ちょ、ここです。ここです、私の母校。懐かしい。やばー。超久々に来ました。この番組は、Pドラポン、北谷義弘、バー道成、ほかご覧のスポンサーの提供でお送りします。一番最初で言ったらもう2歳とかになるけど2歳の時すでにもうあのさ、アイロン台を自分でこうやって組み立てて、おもちゃのキーボードのピアノにマイクつないでこうやって持って歌って、そのアイロン台をステージにして、観客は飼ってた猫猫を相手に歌ってたから、2歳の時からもそんなことが大好きやったのね。でも意識的にここのエンタメを目指し始めたのは小学校5年生の時に、それこそまあ私あのモーニング娘。ブームやったから、モームスに入りたいから始まったよね。けどその時にオーディションは受けなくて、なんでかっていうと、当時はこうビデオレター送らなきゃいけなかったの。今みたいにスマホじゃないからさ、こういうので撮れないからさ、普通になんかビデオカメラでこうやって撮ってっていうやつを、うちではお父さんしかできなくて、お父さんの前で歌ったり踊ったりするのが恥ずかしすぎて諦めた諦めた。で、小学校6年生の時に初めてオーディション受けて、新聞の下になんかあの劇団員募集中みたいなあり、あれを最初に受けて、なんか早口言葉言ったり、ちょっとセリフ読んでみたり、歌披露したりみたいな感じやって、一応受かったよね。受かったけど、なんか普通にあの入学金払ってくださいみたいな感じ、まあ、劇団やからさ、でなんかお金払うの嫌やなってやめた中学生からいよいよそのダンスを本格的にまあ習いたいっていうのをまあ親に言ったよね。お母さんは基本的に、私もお母さんもイケイケゴーゴーのタイプやから、おいいやいいやんいいよ。でもお父さん、強敵はうちはお父さんやから、お父さんの許可を得ないとどうにもこうにも始まらないから、お父さんにダンス習いたい。で、私全然田舎に住んどったから、そんなおしゃれなダンススタジオとかないんよ、ほんまに。で、まあ、出てくると言っても、まあ、その時姫路あたりに住んでたから、まあ、神戸か大阪のどっちかしか、まあ、そういうおしゃれなダンススタジオはないねってなって通いたいって言ったけど、まあ、中学生やし、まあ、高校受験の勉強もあるし、部活もあるし、で部活も結構あの吹奏楽部真剣にやってたから、あの大会とか出まくってたし、でそれもあったし、そうピアノもやってる、エレクトーンも習ってるみたいな感じやって、そこにさらにダンス習いたいって言ったら、まあ、お父さんが全部中途半端になるからダメ、やめときなさい。で高校生になったらいいよって言ったよね。そうだから中学校の受験終わって、高校生になったら高校生から始めていいよって、ちょ分かったっつって言って中学校3年間はもうだからなんか独学でダンスやってた。まあ受験も終わり、部活も引退し、まあ、ピアノはまだ続けてたけど、晴れてじゃあ高校生になりましたみたいな。でお父さん約束通り、高校生になってからダンスやっていいよめっつったら、また同じ理由で、大学生になったらしていいよ、高校卒業して大学生になったらしていいよって言って、またかってなって、でももう未成年やし、まあ、その時別にバイトも中学生、まあ、高校生入ってからバイトできたけど、まあ、お金出してもらうのは親になるし、くそーみたいな。高校2年生の時に、まあ、ちょっとだけ私登校拒否になって、それも、まあ、今振り返ったら、むちゃくちゃしょうもないことやねんけど、まあ、高校生って多感な時期やん。思春期やん。だから、なんかちょっとしたこうクラスの、あの、なんていうの？あの、グループからはぶられたりとか、なんか誰々ちゃんにこう無視される、されないとか、あとはなんかその時、まあ、部活もうまいこと言ってなかったし、まあ、その友達関係もうまいこといかなかったり、で、なんかまあ、ほんましょうもないけど、あの、なんか失恋したりみたいな。そういうなんか三拍子全部揃って、今振り返ったらマジしょうもないことやけど、その当時やったらもうそれがもう人生のもう全てやからさ、なんかもう急に学校行けんくなったんよね。ほんまにもう典型的、玄関入にこう靴履いとって足動かんみたいな。でもめっちゃお腹痛くなってきて、もうおえって言うみたいなになってしまって、でその時普通にまあ初日そうなった時は、え、ちょっと学校休むみたいな、 体調良くないから学校休むってなって、けどそれが普通に次の日もその次の日も続いて、あ、もういよいよなんかおかしいみたいな。結局トータル
3ヶ月行かなかった、まるまる。その時も担任の先生がめちゃくちゃ良かったよね。そう、なんか学校早く来なさいよみたいな感じのタイプではなくって、なんかマリエ何してろみたいな、暇やろって漫画読みとかって言って、なんか勝手に漫画持ち持ってきてくれたりとか。でもその時はもう私もなんかすっごいツンツンしてたから、はそんなんいいし漫画とか読まへんしとか言いながらバリバリスラムダンク読んどったんやけどそっからだん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 、まあ、先生とも話せるようになってきて、でもまあその問題はお父さんよ。お母さんはまあずっとこう見守ってくれるタイプやから大丈夫やったけど、お父さんはなんでこんな真面目なマリエがこんなことになってしまったんだみたいな、もうパニックみたいな、まあ、先生がまあそろそろやばいと、単位がもうそろそろマリエこのままやったら進級できなくなるし、まあ、下手しい卒業できなくなるから、もうすぐ中間テストがある。でその時に名前だけでもいいから書いて、書きにおいでって、その中間テストを、まあ、卒業できるようにしとくから、とりあえずもう書きにおいでって言ってくれて、でまあお父さんとそっから話し合いよ、話し合いになりますってなった時に、もうお父さんはもうほんま当時は今以上にめちゃくちゃ頑固で、まあほんとザ昭和の男みたいなタイプやから、もうなんかメモ用紙こんなん用意して、なんかもう全部そのマリエがこうなった原因を述べようみたいなでさっきの話に遡ってダンスしたいっていうところから始まったんよね。でいやもうずっとダンスしたいって言ってたやん、私芸能界行きたいねみたいなんでオーディションもこうやっていっぱい受けさせてもらったし、で そういう世界行きたいから、私こんななんかど田舎のちっちゃい学校に通ってる暇じゃないみたいなことを言い出して、はぁみたいな。で私はお父さんが思ってるほどいい子じゃないし真面目じゃないみたいな、めっちゃ真面目やったんそれまで。なんかお父さんからしたらもういい子に育ってくれたって感じの私が急にそのなんか登校拒否でなんかちょっとグレてるってなったから、いやだってダンスほんまやりたかったけど、まあ、お父さんに嘘ついたやみたいな、高校生になったらやっていいよって言ったけどそれもなかったし、中学生になったらいいよ、高校生になったらいいよってそれ嘘やみたいななって、でそっからお父さんに初めてその反抗したみたいな、それが多分最初で最後の反抗期みたいな感じやって、まあ、じゃあなんで学校行けんくなってんって言ったら、さっき言ったまあ高校校で友達とうまいこと言ってないみたいな、クラスからちょっとはぶられてるみたいなって言ったら、なんかお父さんが急になんか笑い出して、これでもほんまお父さん最高やなって思うのが、ちょっとこう鼻で笑って、はっみたいな、お前学校行けへん理由それなみたいな、友達にちょっとなんかはぶられて無視されるから行かへんの、へえみたいな、でも芸能界行きたいんやんなみたいな、芸能界こんなもんじゃないぞみたいな、こんなレベルでなんかもう私無理とか言ってたら芸能界一瞬で潰れるわって言われて、その時にせやなってなって、そんな無理無理やめとけやめとけってお父さんにバカにされたみたいな感じが、あれはお父さんも本音か演技か分からんけど、そこからほな行ったるわってなって、ほな学校ぐらい行ったるって言って、私の負けん気に火がついて、でも次の日はもうでも家族総出で勝負よね。もうなんかいざじゃあ玄関出ますってなった時も、もう私だけじゃなくてなんかもうお父さんもなんかおえって言ってたし、お母さんもなんかもうみたいな感じ、もう家族全員でなんかどこ行くんみたいな、なんか戦場でも行くんですかぐらいの、まあでも私にとっては戦場やったかもしれんけど、でまあその中間テストの日に学校にまあ行き始めた。テストの1週間期間中も隣の席になった子が、まあ、今まで全然一言も喋ったことなかった子やってんけど、その子がすごい心配してくれとって、マリエちゃんすっごい全然学校来なかったからなんか大丈夫かなって思ってたみたいな、でまあ隣やからなんかそれがだん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 その1週間のうちに喋る機会が増えてきて、で結局高校生の一番仲いい子になったの、その子はもう一番大親友になった、あのマーコって言うねんけど、マーコにはめちゃくちゃ感謝してる元気かなでまあ無事そっから高校2年生そういうのがあって、まあ、高校も卒業できました、で高校も卒業できて、でそこでじゃあいよいよお父さんにもう私はダンスやらせてくださいって言って、ダンスの学校通いたいです、で自分でこう学校さっきの専門学校調べてきて、大阪に新しくこういう学校ができて、まだ比較的料金も安い、しかも少人数制だっていう風にめちゃくちゃプレゼンして、なんでお父さんも、お父さんもだからダンスに対していいイメージを持ってなかったよね、やっぱりこうなんか不良がやるものやみたいな、でお願いしますって言って、で分かったと、まあ、そんまにもうそこまで言うんやったらもう分かったけど、でもただもう一人暮らしは許しませんって、通いなさいって、で
まあ、姫路から大阪ぐらいのだいたい約2時間ぐらい片道を、まあ、通いなさいっていう条件でお父さん承諾してくれて、でまあでも私からしたらもうこの中高と6年間温存しとったこの気持ちがもうやっと叶うみたいな、だからもう毎日楽しすぎて、もう室内用シューズ持って鏡張りの部屋に行くのがもうめちゃくちゃ楽しくて、もうもちろん授業も毎日なんか踊って歌ってで、たまに演技してみたいなんとか、もうほんとそういう勉強ばっかりしてて、卒業公演みたいなのがあるんね。学校全体の生徒たちで、まあ、例えば私はダンスボーカル科っていうクラスだったんやけれども、ダンスボーカルの子を、普通のボーカルの子をで、あのまあ楽器系、バンド系、ギターだったりベースドラムとか、あとはもう裏方さん、あの照明さん、音響さんとか、まあ、そういうもう全部の学科があったから、そういうエンタメ系ので、それの言ったらオーディションみたいな、で勝ち抜いた子だけで作れるミュージカルみたいなのが卒業公演であるのね。でそれに、まあ、私最初ダンサーとして受かった。でダンサーとして受かって、ほんででもそれももう楽しすぎて、なんか初めてみんなでこう作っていくミュージカルみたいな、でもちろんその先生の指導のもとやから結構大きいとこってやらせてもらって、でもさやっぱりその中でも熱量違うやん、そらみんなそこに対する熱量って。で私はなんかもうほんまちょっとこんな自分で言うのもあれやけど、なんかもう楽しすぎたから、ダンサーやけど、まあ、毎日こうやって現場におるしで踊るから歌も必然的に聴くし、でダンサーってやっぱ待ち時間長いから、あの俳優志望の子たちが演技してる時もこうやってずっと見とるんね。こう見てて自分たちの出番になったらこうダンスしに行くみたいな練習の流れになってくんねんけど、ある時に一人その役を持った子、何々役みたいな子が休んだんよね。普通になんか風邪かなんかちょっと体調不良的な感じで、で私普通にその時はもうダンサー A みたいな、別に役名も何もない普通ただのダンサー ABCD の A やって、けどその子が休んだ時に、あどうしようこのパートみたいな、なんか歌抜けるなみたいな、で先生がじゃあ代わりに歌うわみたいな感じやったけど、なんかはい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 みたいな、歌いますって言って、歌える歌える覚えとるとかって言って歌って、でその時になんか歌ったのがまあ良かったみたい、先生的になんかえこの子歌えるみたいな、でしかもまあまあいけてるやみたいな、覚えてるわ、 Let's sing it, 叫ばずにいられないっていう歌覚えてるわ、パンチある系の歌やったよね。音楽の力で世界変えていくぞみたいな物語で、まあ、そういう音楽の専門学校だから音楽を反対されている世界の物語、自分のそういう多分気持ちとも相まったんか、なんか別に歌の技術はそこまで高くなかったと思うけど、なんかその魂的なソウルフル的な伝わったんか、すごいその時の先生たちがえみたいな反応してくれたんで、えこの子歌わないのもったいないねみたいな、そっからその1曲あの歌のパートを本当はそのメインの子が1人で歌うはずやったのに、急遽私半分歌わせてもらえることになって歌を半分こしてもらったよね。でもほんのでまたその後にまたその休んだ子がなんかまた別の日にも休んどって、どうしようみたいな、ほんで先生がじゃあここ台本読むわってなった時にはいはいはいセリフ覚えてますなって、はい、またお前セリフ言えるんって覚えてますって言ってやったんよ。でもやっぱこうずっと見てるからさ覚えてるよね、そらで演技とかしたのも初めてやったけど、やっぱ昔からそういうの好きやったからバーってその場でやったら、えお前演技もできるんってほんなら急遽マリーっていう役を作ってもらった、急遽台本全部書き換えて、でそのこのセリフを半分もらって歌も半分もらってでダンスもそのままやるみたいな、めちゃくちゃ美味しいとこ取りみたいなのができてでそれがだからミュージカルに携わった初めてやったかな。卒業のそのねミュージカルがじゃあ行われますってなった時に、初めてお父さんに見に来てくださいって、大阪までわざわざこう見に行くみたいなものがうーんって渋々な感じやったっぽいけど、まあ、わかんない、実際のところはわかんない、お父さんがどう思ってたかは、だから私にはそういう風に見えてて、だから最後に見に来てくださいって言ってで見に来てもらったんだよね。まあ終わってミュージカルが終わって無事に終わって、お父さんが感動してくれたんよね。なんかあダンスとかってこういう世界もあるんやみたいな、そこから初めて認めてもらえた気はした、私の感覚的に。
なんかそっからお父さんにほんまに応援してもらえるようになったかなと思って、何も言われんくなった。そっから逆になんか、え、次なんか舞台いつあるみたいな、そっからめっちゃ応援してくれるようになったかなって感じで、まあ晴れて卒業できました。で、20歳からかな、20歳からはもうずっとそっから、さらに8年間かはもうずっとダンスを主に活動してて、まあダンスボーカルみたいなチームもやって、その時3人組でチームとかも活動したりしてたけど、まあなかなか芽が出ず、いろいろやった、いろいろダンスチームでこう活動したり、まあ自分も教えたりとか、あとは、なんだっけ、アイドル、それこそまあ自分が年齢上がってくるにつれて、もう本当に次下の子たちでアイドルのグループを育成したりみたいな仕事もしてて、けどなんか多分どっかでこうぬるま湯に浸ってたというか、なんか芽が出ない自分にちょっともう甘えてたみたいなとこはあったね。なんかこうずるずるくすぶってる感じで、その時になんか、まあ、お世話になってた師匠みたいな存在の人がいんねんけど、その人がもうマレーちゃん一回真剣に本気でダンスに向き合っておいでって言ってくれたよね。で、その時に私本気って何やろうって思って、あ、ニューヨーク行こうってなった。こっからニューヨークです。で、その時はマジで英語なんてもう全然英会話もできなかったし、で、海外に行くことも初めて、で、ニューヨークに別に身寄りも知り合いも誰もいないみたいな状況やったけど、ほんまにもうクレジット片手に現金ちょこっと持って、マジでほんまにトランク一つでニューヨーク行って、みたいな感じやって。でもほんとそこでの出会いがやっぱまためっちゃ良くって、まあ一番やっぱそのニューヨークのダンスセンターどこがいいんだろうなっていろいろ調べたけど、やっぱじゃあ一番いいとこ行こうと思って、ブロードウェイダンスセンターってとこに行って、でまあその時にやっぱこう世界各国からもう本気でダンス目指してる、ダンサーを目指してる人たちのもう集合場所なわけで、それで1ヶ月まあダンス学んでみた時に、あーって私ダンサーじゃねえわって気づいたんよね。ずっとダンスやってたけどダンサーになりたかったわけじゃないなって。ダンサーはやっぱこう体で表現するお仕事やけど、私もっとこう自分を前に出したいと思って、歌だったり喋ったりだったりとか、こうなんか自分をもっと前に出したいのに、気づいたらそのやってることって裏方というか、こうバックダンサーとか、あれなんかちょっとちゃうなみたいなのもなったし、で、あ、自分がいかになんかそのぬるま湯の中でダンスやってたかに気づいたから、すごいこうその本気の人たち目の前にした時にすごい失礼やなっていう気持ちになってしまって、でもめっちゃありがたいことにそこでの仲間もできて、なんかこう動画を一緒にダンスの PV 撮ろうみたいな、でそこでダンス仲間ができて、今でもたまにこう連絡取ったりしてる。で、その人たちがいたから1ヶ月間楽しくダンスができたけど、帰ってきてからダンスをもう一回全部やめたの。全部やめた。もうそのピタッともう芸能ごとという芸能ごとから一切こう一旦もう離れてみようと思って、それが初めてやったかな。10年間そういうダンスとかを、まあ、モデルとか歌とかそういう芸能活動的なことをやってた10年間からそういうところから離れてみた。でもそれはニューヨークに行ったから気づけたこと。ニューヨークから帰ってきてからしばらく飲食店の店長させてもらったりとか、でその後も一回そこを抜けて、正社員か、正社員を、まあ、丸2年、2年半させてもらって、初めてやった、それが芸能ごとではない世界で働いてる感じで言ったら、その2年半とプラス1年の3年半かぐらいがそういう仕事みたいな感じやったけれども、結局今もまたエンターテインメント界にやっぱりこう人生一回きりやしなーって諦めがつかず、なんかあれって気づき始めたのが、よくその会社にも海外のお客さんが来るからパーってなんかこう喋られて、なんとなくわかるけど返せないっていう、それがもう何回もあって、その度にこう悔しいってなって、私なんかいつになったらこの悔しさから離れれんねやろって思った時に、よし分かった、英会話教室行こうってもうその場の足で英会話の教室のあれ探して、一番良さげなとこにパッて行って、
で、まあ、こういうコースがありますよ、こういうコースがありますよって言ったけど、あ、もうじゃあこれでってそこから英会話を始めるようになって、まあでもそこから、でも英会話の勉強を始めてから、すっごい仲間が増えて、もう自分の世界がぐんと広がった。別にそれはこう海外の人と触れ合ったとかではなく、もう本当に、だって普通会社員やったら出会えなかったような人たちと英語をきっかけにブワーって知り合えたし、で今こういう風に自分の活動にもつながってたりするし、フリーランス、個人事業主とかで働いてる仲間がその英語きっかけにいっぱいできて、やっぱそういう人たちいろんな、こう言ったら職業してるから、いろんな人のその話聞こうと思って聞いてる時に、まあ、とある人に生きるって何だと思うみたいな、まあ、そういう質問を何人かにしてたけど、一番そのなんか心に刺さったのが、まあ、あの生きるって自分らしくあることじゃないって言った言葉があって、なんかそれですごいこうハッて気づかされて、あ、私今この会社にいるのモヤモヤしてるこの気持ち、生きてるんじゃなくて生かされてんなみたいな、っていうのに気づいたんよね。なんかこう、もうそれこそ敷かれたレールのところでこう全力で頑張ってねって、まあもちろんそれが多分会社であるべき姿やと思うし、でも私はそのレールからこうはみ出たくてはみ出たくて仕方がなかったのを、その生きるっていうのと生かされてるっていうところで、なんかちょっとこう自分にマッチして、自分らしくあることっていう部分に関しては、あ、自分らしくあれてないなっていうのに気づいた。でそのタイミングで、あの煙突町のプペルのオーディション、声優オーディションを見つけた時に、あの物語自体が信じ抜くんだ、最後までたとえ一人になってもっていうところがあったから、一回本当自分を最後まで信じ抜いてやってみようって思ったきっかけもあったから、あのもう会社辞めようと思ったし、もう全然だからその後何って別に何も決まってないけど、マジでほんま茨の道行ったなって思うけど、なんか今辞めて一つももう1ミリも後悔ないし、なんかやっとここから私の冒険始まった的な感じじゃないけど、すごいだから今の方が、あー生きてろーって感じはする、生きてろーって感じする、まあ、不安はそれはもちろん襲ってくるけど、これはでもこの不安っていうのは多分すごいいい不安なんやろうなって、その不安があるから多分頑張れるんやろうし、自分らしくあれるんやろうし、自分らしくあり続けられる、まだまだこれから自分の英語力は高めていきたいって、高めていくねんけど、世界で活躍できるようになっていきたいし、私の目標は一個あって、もうピクサーかディズニーのセリフをちょこっとこう声優としてね言いたいって、別にがっつり言えたらもちろんバンバンザイけど、もう普通になんかもうウィーみたいな感じでもいいから、なんか一言パッて言えたらもう私バンバンザイかな。私は、まあ、自分がそういうエンタメ好きっていうのももちろんのことやけど、やっぱり自分のこうパフォーマンス、何でもいいの、この動画とか喋りとか歌とかダンスとか、そのツールは私が使えるものであれば何でもよくって、でもなんか私を見てもらった人がなんか分からんけど、マリエちゃん見てたらなんか元気出るわとか、明日も頑張れるみたいなんとか、勇気もらった、元気もらったとか、なんか明日への活力になってほしいのね。なんか見てるあなたの希望になりたいみたいな。なんかホープっていう、あのラブじゃなくてホープっていうさ、あのニューヨークでもさ、オブジェみたいなあるねんけど、私はそのラブも好きやったけどホープも好きで、だからなんかそういう明日への活力になってほしいなって思うのね。私はだからエンタメしてて、一番幸せやなって感じる瞬間は、見てる人が笑顔になってくれたりとか、元気出たとか勇気もらったとか、なんかそういうパワーのきっかけとか、そういう瞬間に出会えた時って思う。エンタメで生きるって、そのエンタメとはっていうとこになんねんけど、まあ、さっきもね、エンタメってじゃあ何なのって言われた時に、別になくても生きていけるものやと思うし、まあ、でもそれ言い出したら多分この世のほとんどがなくても生きていける。例えばやけど電化製品とかも昔はなかったわけで、普通にみんな掃除するのも、掃除機がない時代はほうきとちりとり、なんならほうきのない時代やったらほんま手で拾ってたと思うんやけど、なんかそういう人間があったらいいなって思うものがエンタメなんじゃないかなと私は思います。なんかなくても生きていけるけど、あったらいいなっていう、そういう人のちょっとしたホッとする瞬間とか
なんかクスッと笑える瞬間とか、なんか和んでる時、そういう一部に、一部なんじゃないでしょうか、エンタメはねえ。でもこの教えは私のお世話になった師匠の教えです。私自身もやっぱそういうとこに不安を感じてたから、なくても生きていけるものに対してなんか誰が見てくれるんだろうじゃないけど、そういうこう不安に襲われる時もあんねんけど、あったらいいなって言ってこうやってどんどん生活が良くなっていったり便利になっていったり、やっぱそれって人間のこうパワーやから、いいやん別に、あったらいいっていうその欲求叶えていいじゃん別に、みたいに思ったかな。うん、私のモットーとしてるのは Follow your heart。 で、まあ、これはそのスティーブ・ジョブズが言ってた、まあ、名言としてもやけど、まあ、Follow your heart って心に従え、自分の心の声に従えっていう、まあ、意味で、まあ、でもそれは Follow your heart って相手に言う感じやから、まあ、自分にとってなんで Follow my heart って、私はもうずっと自分の心に従えっていう。でもなんでそのピクサーとかディズニーが好きなのかっていうと、ここ最近の映画は特に本当に主人公とか物語の登場してる人たちがもう本当にこう自分らしく、自分の本当に心から望んでることに対してみんな生きてるのに、ディズニーとかって、まあ、ピクサーもそうやけど、なんかみんなそうやって自分の気持ちに素直に生きてるなっていうところが多分私がすごい好きな理由で、もちろんその映像だったり音楽が好きっていうのももちろんのことやけど、やっぱそういうメッセージ性がすごい好きで、だから映画のそういうセリフの一言にでも携わりたいなって思うようになったきっかけ。まあ、行動力だけはあると思うから、その行動力の自分がこうワクワクする方向、そこにもう向かって突っ切るだけかな、突っ走るだけかな。であとは本当に私すごいもう周りにめちゃくちゃ恵まれてるから、そうだね、だから怖さがないのかもな。うん、みんながいてくれて、そのみんなを多分心の底から信じれてるから。でもほんまに自分がこうやって学生を卒業して社会人になって、しかもこう正社員からも離れるってなっても、こうやって新しく仲間っていつでもできるんやって思ったのは、めちゃくちゃなんか本当に今のモヤモヤしている若者たちに伝えたい。絶対大丈夫だぞってこっち来いよみたいなまあ言うて私もこれからやからね、これからやから、まあでもなんか生きながらそれこそ見つけれるんじゃないんかなっていう、そこのなんか信じてる気持ちは強いかもな。巡り合わせやったりご縁やったりとかもあると思うし、そういうの大事にしていきたいな一個一個。好きじゃない